白浜幻想曲です。それでは。
弊社のお客様アンストラスさんによる演奏でした。毎朝の大きな拍手を。それでは続いてオーディション合格者の山内君に、札幌トランプ協会名誉顧問の鈴木美濃先生より賞状が授与されます。賞、札幌日本大学高等学校山内空殿、あなたは第11回札幌トランペットフェスティバルにおいて極めて優れた演奏を行い、これを常に技量の連盟として音楽性の寛容に努めた頼みであり、賞賛に値します。よってここにて賞します。平成30年11月25日札幌トランペット協会会長浜沢浜坂宏樹、おめでとうございます。はい、それでは、山内君にインタビューをしてみたいと思います。今受賞して率直な感想を聞かせてください。そう、すごいこのいいホールで演奏させてもらったんですけど、やっぱり自分が練習してきていいなって思ったところでちょっとミスをしてしまったりとか、やっぱりそういう面に関してはやっぱり難しいなって、音楽って難しいなってすごい今感じてるんですけど、でもすごい自分の演奏が皆さんに少しでも届いたらいいなと思って今日演奏したの ではやっぱり自分の中でもいい経験になったというか、これからの練習に本番でこう決めるっていうか、そういう力をこれからつけれたらもっといい音楽になるのかなっていう感想です。はい、ありがとうございます。どうでしょう、会場にいる皆さんも聞いてとても堂々と落ち着いた演奏に聞こえてたと思うんですが、額にはうっすら汗が緊張してるのかなっていう感じを今間近で感じていますが、さあどうでしょう、この曲の難しかったところってどうなんですか。やっぱり曲のテンポがやっぱり多く変わるので、ゆっくりなテンポだったり急に速くなったりとか、そういう部分がやっぱり伴奏の方と合わせる練習っていうのとか、やっぱり細かい音がどうしても埋もれてしまったりとか、そういう面が多くこの曲に関してちょっと見られたので、やっぱりホールでやっぱり練習っていうか本番をこうやってやってみてこう気づく部分もたくさんあるので、ちょっとそういう面が難しいなって、テンポだったりとか細かい音がやっぱりちょっとはっきり浮き出てこないなっていうのがちょっと難しかったなって思ってます。はい、この、まあ、そういう難しい曲なんですけど、それを選んだ、この曲を選んだ理由っていうのは何かありますか。そう、実はこの曲自分が中学校の時にソロコンクールで演奏させてもらって全国大会に選んでいただいた曲なんですけど、地区大会の時に審査をしてくださったラッパの先生っていうのが、さっきお持ち先の福田先生で、福田先生は覚えてないと思うんですけど、自分その時にその時に中学校の時になんか審査用紙本物の先生からいただいた時にめちゃくちゃうまい、今度いつかフルでカットなしで聴いてみたいって書いていたその評価用紙を見てすごい嬉しくて、もうこの機会しかないなって思ったので、ちょっとフルでこの曲やらせてもらったんですけど、やっぱりまだまだ難しい曲だなって、自分にはもっと練習量が必要なんだな、必要な曲なんだなって、そんな簡単にできる曲じゃないっていうのをやっぱりまたこうやって経験してこれからの練習につながったらいいなって、本当に思い出のある曲なので、はい、すごい楽しかったです。はい、言ったけど今先生は今松田先生に習わせてもらってるんですけど、学校では北先生の方にご指導いただいてます。じゃあ先生に生まれてますね。はい、そんなことでこれからの活躍がますます期待
う一度大きな拍手で。それでは、次のステージの準備ができております、次のステージは北海道教育大学の宮津さんです。それではどうぞ。
お疲れ様でした。素晴らしい質問ありがとうございました。お名前を聞かせてください。北海道教育大学岩見沢校、音楽文化専攻管弦打楽器コースの、三田村舞と申します。4年生です。はい、今演奏した曲ですけれどもどなたが選ばれるでしょうか。70層の曲を選ばないといけないねっていう話になって、あまり70層で書かれている曲がなかったので、去年トランペットの専攻生で演奏会を毎年やらさせていただいてるんですけども、やろうと思ってちょっとできなくてボツになってしまった曲だったので、もう一回挑戦しようということでやらせていただきました。はい、どれぐらい練習しましたか。1ヶ月半前ぐらいからだいたい週に1回、2回ぐらい合わせを始めて今に至ります。あれでしょうか。じゃあ去年も一度は練習されたんだ。ちょっと手をつけずにはいたんですけども、ちょっと曲のプログラムの分数的に入らなくなってしまって、途中でちょっとやめてしまいました。はい、現在の教育大学とトランペットの先生を、札幌交響楽団の福田先生と佐藤先生にいつもレッスンしていただいております。それではますます活躍してください。教育大学の皆さんでした。はい、それでは